度はこんな伝統のある栄えある賞をいただき本当に嬉しく思います。ありがとうございます。私はまだ19歳なので、ジュエリーというものを身につけ始めたのも去年で、その初めてのジュエリーっていうのは去年の誕生日にお母さんがくれたもので、馬のこうなんてひづめっていうんですか、こういう U の形をしたジュエリーで、その形に宝石が小さいのがこうパパパってあるようなやつで、初めてそれを見た瞬間にすごく心が躍って、私にはまだ大人のもののような気がしてたけど、私のためにあるこのジュエリーは他のものよりもやっぱり輝いて見えるなと思いましたし、今でも大事に本当に特別な時だけつけるようにしています。ジュエリーをつけると背筋も伸びるし、ここに輝いているものが目の前にもあるような気がして、すごく特別なものなので、こんなジュエリーがこう似合うなんて優勝をいただけたこと本当に嬉しく思います。これからも胸を張ってジュエリーをたくさん綺麗につけれるように、頑張りたいと思います。2020年すごく大変な年だったと思うんですけど、家の中でもジュエリーを身につけることで自分が特別な存在になったような、そんな気持ちになって自分らしさというのをジュエリーから教えてもらったような気もしています。そして今回このような素晴らしい賞をいただいたので、これからもジュエリーの魅力も自分の魅力も引き出していけるような、そんな女性でいられるように頑張りたいなと思います。私は初めてジュエリーを身につけたのが20歳の時でした。両親が20歳の記念にとパールのネックレスをプレゼントしてくださったんですけど、私にとってはそれがお守りのような、なんか両親が守ってくれているような、そんな存在で、こう大事な時に身につけるようにしております。このジュエリーのようにこう輝けるようにこれからも精進してまいりたいと思います。今回いただいたジュエリーは、こういうコロナ禍という中で毎日どうしても気持ちが塞ぎ込みがちになりますが、そんな中こうきっと眺めると未来に対してのこう一筋の光、希望のようなものを感じるジュエリーだなというふうに、きっとこの先振り返っても思えるジュエリーだと思います。とても大切にしていきたいと思います。ジュエリーに負けないように努力していきたいと思います。輝きたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました。初めてのジュエリーが20歳のお誕生日に両親から贈られたダイヤモンドの一粒の、ペンダントネックレスでした。なんかその時のことを今しみじみと思い出して、で何かこう特別なそれが思い出なのか思いなのかを節目節目にくれるものだなということを、なんか今改めて思い出して、そのプレゼントをくれた時の両親の顔を思い出して、なんかすごくしみじみしました。これから多分ご縁あれば一生女優を続けていきたいと思うんですけどね、このジュエリーのいただいた賞のことを忘れないで、なんか本当ずっと輝いていけたらいいななんていうふうに今日は思いました。本当にありがとうございます。もともと本当は私ジュエリー本当にすごく好きなんですけど、なかなかそのドラマとかではあまりつけるチャンスもなく、一つの大きな作品とかをしたりした後にちょっといいものを買ってみたりとか、密かにそういうことをして貯めてはおりまして、ママ友とかそういうお出かけするときにつけてみたりして楽しんでおりました。コロナになってからはランチとかもできなくなったし、家で時々見たりして、これまたつけられる日が来るかななんて楽しみにしてます。発表いたします。女優の横浜流星さんです。盛大な拍手でお迎えください。皆さんこんばんは。
女優の横浜流星です。普段僕はジュエリーを身につける機会がなかなかないので、このような素敵な歴史ある賞をいただけて、そして今日こんなにも美しく綺麗なジュエリーを身につけさせていただいて非常に嬉しく思っているですが、とても驚いてます。ですが今日この日を機に、ジュエリーを身につけ、そしてジュエリーに見合う男になっていけたらなと思いますし、ジュエリーのように、輝けるよう日々精進していきたいと思います。本当にありがとうございました。女優の内田です。あ、よかったです、笑ってくれて。非常にこのような歴史のある賞をいただき本当にありがとうございます。僕のサッカー人生は、芝生と土と血と汗にまみれたサッカー人生でした。このような素敵な輝きのある賞をいただき本当にご褒美のように思っています。これからは、スパイクユニフォーム着ることなくなりますが、ジュエリーの似合う男性になれるよう一生懸命頑張ります。本日はありがとうございました。ジュエリーというとね、今日は胸に輝いていますけど、例えば指に輝くジュエリーってあるじゃないですか。はい。薬指のジュエリーはどうですか。 3D 薬指に輝くジュエリー薬指に輝くジュエリーはどうですか。はい、素敵ですね。はい。今日は見せていただけないですね。今日はここで。わかりました。今ね、いろんな噂がないようですけれども、なんかそういうね、いい人のためになんかジュエリーをつけてみたいなんていう気持ちはないですか。そうですね、そういう方ができたらぜひそういうなんか特別なジュエリーをつけてお会いできたらすごい素敵だなと思います。今回の受賞をご家族の方は何ておっしゃってました。なんで僕なんだと言ってましたし、他にもっとこうね、きらびやかなというか、賞に値する人がいるんじゃないかということを罵られながら今日は玄関を出てまいりました。女優の内田ですとおっしゃったあれは普段の内田さんですか。いや、そういう流れができてたんでいいパスもらったんでちゃんと決めなきゃなとは思いましたし、ちょっとね勇気言いましたけど、後ろで小池恵子さんがすごい笑ってくださったので救われました。奥様に今日帰って報告するというお話ありましたけれども、これを機になんかプレゼントをもう一回し直そうかなみたいなお考えですか。なのいや、なんかプレゼントするとなんかしたんじゃないかっていうね、今回もこういう会見ありますけども、最近あまりよろしくない会見が続いているのでちょっとドキドキはしてますけど、ちゃんと報告して幸せな家庭を築きます田中さんを見てますと、とっても幸せいっぱいの家族が幸せだっていうのがこちらにも伝わってくるんですけれどもご主人からいただいたジュエリーってありますか。あります、あります。1個だけ、カルチェのゴールドのちょっとちっちゃいやつですけど、はい、これはちっちゃいですけど、それ何ですか。それお誕生日の時に、はい、いただきました。私が宝石欲しい欲しいっていつも言っていて、やっと買ってもらえたのがそれだったんです。今日はお家に帰られてご主人にそのジュエリーを見せて何とおっしゃりたいですか。いや、多分そうですね、なんかああよかったねっていうぐらいだと思うんですけど、多分あんまりジュエリーをこうすごいっていうふうに思う男の人と思わない男の人っていて、なんかすごいねはあみたいな感じになるんじゃないでしょうか。このジュエリーをつけてどこへ行きたいですか。まずお母さんに見せたいです。お母さんなんておっしゃるでしょうね。すごい喜んでくれると思います、こういうふうになんか私として賞をいただくのも多い経験ではないので、お母さんにも早く喜びを伝えたいです。お母さんの次に見せたい人、報告したい人いますか。他
母さんの次は、お母さんの次はお父さんですね。質問の意図はですね、どっちかというと将来現れるだろう、あのね、素敵な男性に見せたいみたいな答えを期待したんですけど、それを言うとお父さんすごい悲しみます。お父さんこの前のドラマ見て泣いてましたので。そうなんですか、はい、ということは、あの森さんが誰か好きな人が できた時のことを思ってですか。そうです、あ、もうドラマでこうちょっとキスシーンなんかあったりして、それ見た時にも泣いてたので、実際そう会ってしまったらもう気絶するんじゃないかなと。じゃあ例えばそういう素敵なジュエリーをねプレゼントする男性が現れたら、お父様になんて報告しましょう。いや、考えないとですね、作戦会議しなければいけませんね、その時は。左指の薬指につけるジュエリーもあるんですね、はい、そのジュエリー欲しいですよね、やっぱり。うーん、左の薬指はそんなに、はい、なんていうか、そういう願望はあんまり持ったことないですね。考えたことないというか、だから自分でこう身につけるものもあるんですけど、好き、これからもしていきたいなって思うんですけど、そこはこれから大人になるにつれ考え方も変わってくるのかなと思います。早くその薬指につけてくれる、ね、人ができるといいですね。恋バナめっちゃ好き。